本日はある方に呼び出されて3年越しのキャッチボールしに名古屋まで行ってきましたが、すごい球を投げ込んできて大変でしたっていう動画です。やっぱキャッチボールの時に、はい、兄貴のピッチングフォームにもある修正箇所が。あー、ナイスボール。球質が違うんだ、うん、心の質っていうのは。あー、ナイスボール。はい、見たことある人が投げてますね。初めてお会いしたのは約3年前、岐阜のヒマラヤ本店で会いました。元 NPB ピッチャー山北さん、その時に投げ方も教わりました。俺でヒマラヤ本館でこういろいろやってたら、お久しぶりキャッチボールしようぜってってことだよね。球場取ってくださって。そうだよね。うわー、これナイスボールだ。うわー、ナイスボール。やっぱ軟式と硬式、はい、全然違いますよね。引っ掛けちゃいますね、やっぱり。いや、特にあのピッチャーはそう感じるかもしれません。そうですね。野手は言ってもこうアバウトに投げればなんとか。そうですよね、はい、ピッチャーほどのそのやっぱ精密な形じゃないんで。うわー、ナイスボール。カウントだよ。ナイスボール。あれの足の、はい、あれ見てる。たまたま僕ね、なんか肘の角度のなんか筋肉みたいな、あれですね、無理やり伸ばすやつ。はい、あれ見てる。どっか肩が痛いとか、はい、肘が痛いとか、はい、そういうのあるんですか。よく張るのは肘。ああ、ちょっと投げてるの見てて、はい、すごい気になっちゃって。おい、プロの目から見て兄貴のフォームで気になる点があるという。兄貴のキャッチボールで気になったのは、はい、ついた足がリリースするときに、はい、ああ、なるなるでしょ。試合の時もちょっと見たら、ちょっとやっぱ若干ここが割れるので、あれがもう少しこうやってバチッと決まるキャッチボールを意識してやれば、はい、もっとリリースが安定するし、はー、もっと多分力が入るんですよ。意外とどこかをかばって逃がしてる可能性もあるってことですね。可能性もあるかなと思って、なんでここなんかちょっともったいないなって、そういう見方をしてしまうっていう。前のあの器具よりも気になった。いや、もう兄貴には届きますよ、今のメッセージは。117キロしか出てなかったんですけど。おお、117。カーブいきます。勇気をもらえる。カーブってどうしてもこう腕の振りが緩くなる、はい、はいはい、なりますね。けど長い時ってやっぱ腕振らないと届かないから、遠くに投げるから。そうです。まっすぐいきます。まっすぐ。あー、シュート。ボール伸びた。うわー、伸びてるわ。ナイスボールっす。スライダーいきます。あー、何も曲がって、めっちゃ手元で曲がりました。しかも今風に乗ったね。風に乗ったっすね。風に乗った。おお、考えたらまっすぐスライダーシュートしかなくて。それでよく投げてたなと。いや、それで稼いだ男です、北北さんは。今もう引退して、はい、上投げで投げた方が、はい、感覚がやめてからじゃ遅いんですけど。
はい、いいですね。あ、そうですか。上からやっぱかっこいいな。横はかっこいいわけじゃないけど、やっぱいいです。でもかっこよさ大事ですからね。そうですね。横から投げるとやっぱ思い出すんだな。うーわえぐるな。ごめん、汚いぞ。いや、ナイスボール。濃厚すぎてプル入った時に、はい、で、サイドスローに、はい、あの呼ばれてたさんに言われて、はい、やっぱり自分の力の入るところってサイドスローだったんだなっていう。オーバーでダメな人はサイドスローみたいなイメージがあったんですけど、あ、はいはいはい、小学生とかには自分のこう一番力の入る部分を探しなさいよみたいな。確かにポジティブなことですもんね。そうですね。上だからダメとかじゃなくて、そうです。だって山北さんもそうですし、あの斉藤正樹さんとか、そうですよね。そうですしね。そうですね。うん。結局最初多分そんな人がサイドスローってあんまりいないですね。いないですよね。やっぱ高校大学ぐらいになって、はい。そこから投げた方がいいんじゃないか、うん、バッターが嫌なんじゃないかみたいな。そうですね。うん。ラストいきます。はい、ラスト。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。お疲れ様でした。ごめんなさい。3年ぶりぐらいですか。もう本当によかったです。でも最高でしたよ。いや、いい球でした、うん、岩瀬さんのグラブかで贅沢なんかの理由であります山北さん、また3年後キャッチボールしましょう。で、そんな宿題をもらった兄貴なんですが、先日の練習姿が見当たりません。なんと仕事しすぎで大疲弊。野球どころではなかったようです。兄貴、ゆっくり休んでください。